透過マッピングとは、テクスチャの部分あるいは全体に、透明のパターンを持たせたものである。透明マッピング、透明度マッピングなどとも呼ぶ。セレステアの地球の雲を透過マッピング化したテクスチャに、したもの。拡大すると雲の様子が見える。惑星の雲を透かしての地表面など背景を表示する、必要があるものや、髪の毛の表現、シースルー衣類、穴の開いた、 オブジェクトなどを表現する際に利用される。穴の開いたオブジェクトのような表現では、実際に穴の開いたオブジェクトをモデリングするよりも、透過マッピングにより穴を表現する方が手軽で、レンダリング処理が軽くなる場合が多く、多用されている。完全な透明だけではなく、シースルーの衣類のように半透明を表現する際にも、用いられる。雲や髪の毛なども、 半透明で表現されることが多い。透過マッピングの機能は極めて多くの3次元 CG アプリケーションで対応している。ありがとうございます。